リリーさんかわいいな、マジ天使。私の名前は森岡森子、30歳独身、脱サラニート。冷たくすさんだ現実世界を捨てて、夢と希望あふれるネトゲの世界へと旅立った。森岡森子華麗に変身、トン爽やかイケメン剣士参上。しかし慣れないゲームに死にまくる私、救いの手を差し伸べてくれたのはリリーさん。まさかこれって運命の出会いだったりなんだったりしてって、ぐわー、味噌汁が何よ。ギルドの皆さんは温かい人ばかり、口は悪いけど仲間思いのギルドマスター神戸さん、いつも明るいムードメーカーライラックさん、大学生なんだってわっけーな、みんなのお姉さんヒメラルダさんに、みんなの癒しのポコ太郎さん、二人は夫婦なんだとか、リア充でネタ充。たくさんお話しして、たくさん狩りに出かけて、たくさん一緒に過ごして、リリーさんと相方になって、こんなキュンキュンする気持ち久しぶりだよ。なんだって、曲がり角で肘鉄を食らった。目覚めたらそこは病院。万が一のためにって連絡先を交換しちゃって、お詫びにお食事でもと誘われてしまい、うわー、なんだこのシチュエーション。ギルドの皆さんに相談しつつ、結局丁重にお断りしてしまったけど、桜井さんだっけ、素敵な人だったなと思ったら、会社員時代の同僚小岩井さんとコンビニで偶然の再会を果たしたり、またしても食事に誘われたんだけど、コミュ力に負けて今度は断れなかった。ニートには刺激が強い。極めつけは唯一の外出先のコンビニの店員さん藤本さんと仲良くなれたと思ったら、まさかの、そんな偶然ってあり？ネットとリアルが交差する。外に出るのにこのままじゃダメだよね。リアル課金だ。お見苦しいものを見せてはいけない。みそじ独身、ニートの未来はいかに。